こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。日本固有の領土の竹島付近の EEZ で韓国の船が調査と称し無断侵入しましたが、また挑発行動を起こすようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。一年中、随時、竹島と近隣海域を探査、研究する韓国海洋科学技術院、キオストの、ドクトヌリ号が、今月末に運航に入る。日本政府が反発しているが、竹島の調査に対する韓国政府の基調は変わっていない。キオストによると、ドクトヌリ号は、4月21日に、浦項港で就航式を行い、現在キオストの専用埠頭がある。南海研究所で最終点検を受けている。早ければ今月末にキオスト竹島海洋研究基地があるキョンサンプクトの沖合に到着し、本格的な竹島探査に入る。日本政府はドクトヌリ号の就航を注視しているという。日本政府はすでに5月29日と30日に国立海洋調査院の調査船海洋2000号の竹島海域の調査に不満を示した。5月30日、日本海上保安庁の巡視船は海洋2000号に無線で日本の同意のない調査として調査中止を要求した。続いて3日、ソウルの外交部庁舎で開かれた韓日局長級協議でも、日本外務省の船越アジア大洋支局長が竹島近隣の海洋調査に抗議を示した。海洋2000号は竹島がある日本海はもちろん、西海、黄海や南海、対馬海峡周辺まで回りながら調査する船だ。韓半島付近の全海域を観察するため、竹島の海域は年に2回調査する。一方、キオストが建造したドクトヌリ号は一年中随時竹島海域を探査する。このため、日本政府は、すでに、自国メディアの記者を通じて、海洋水産部などに、ドクトヌリ号の所見、建造過程、運航計画を問い合わせ、敏感な反応を見せている。しかし、ドクトヌリ号を運営、管理する、竹島海洋研究基地は、予定通り、探査を進める方針だ。竹島海洋研究基地のキム・ユンベ隊長は、竹島海域の調査は、研究基地がかなり以前から行ってきた主要業務で、民間漁船を借りて研究していたために事故のリスクなど多くの困難を経験してきたとし、日本政府の立場や反応に関係なく探査と研究を続ける計画と述べた。それではネットの反応です。ドクトだけじゃなく対馬島も一緒に調査しよう。日本の奴らも躊躇なく竹島海域を調査しているのに、どうして私たちは黙っているのか。ドクトは韓国領土、対馬島も我が領土、満州も徹底的に探査して我が領土であることを確固たるものにしろ。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また、次回の動画も見てくださいね。